おはようございます。今日は手の内の整え方をしたいと思います。その手の内は握るのではなく整えるということは、ふわって形を作るということで、形を作る、まずそれをしてみましょう。左手、弓を持つ方の手の天文線と言われるところは、ちょうどここのシワとシワをくっつけたところをまっすぐに描きます。ここが天文線です。この天文線に合わせて、ここからくる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 、でこの3本はこっちに来ないようになるべく、この反対、ここのところに爪が揃うように、そうすると上開きますね。これでいいんですよ、開いていいんですよ。この形をまず覚えましょう。ここも開いてますね。最初はどうしても握ってしまうので、こういう形になってしまうのはダメです。あとはこういうのもダメですけど、最初はしょうがないです。だん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 気をつけてみましょう。以上です。上から見ると、上から見ると今と一緒です。こうしてふわってこの3本横につけて、親指をこの中指に乗せる、空洞が開いていいです。ここの筋肉はどうしてもつかないところです。右手はついてます、だけどつかないので、こういう、これは何か棒でもいいです。こういう力で持たないで、こことこことここと、ここだけで支えてます。こういう、あとはこの3本がそーっと飛んでかないように揃えているだけなので、この筋肉、ここに空洞巻いてますね。でここ平ら、こういう筋肉、挟むんじゃないですよ、こうパンにしてます。弓の外側に当てて、割って、ここがで、後ろ側から見るとこの点点点、関節がちょうどきれいに並ぶように、これがこうならないようにしてください。これが整える、握るんじゃないですよ。あと中の記憶をさせるために、こういう練習を、あ、これだなっていう感覚を練習してください。それで手の内の勉強をするように。本当に難しいです、こういう、これはこうなってしまわないように、こう、これだけでいいです。でこのまま、このままポンってやれば必ず鶴が向こう行きます。よくある失敗例、ここをぶつことです。それはなぜか、このまま離したらここに当たっていきます、出てしまうし、ここをかすっていきます。なのでそうすると痛いですよね。それにならないために、この練習をしてみてください。